ダムの決壊が映画のワンシーンなら迫力を楽しめるかもしれません。でもそれが現実なら話は別です。ご覧いただいているのは世界最大かつ最先端技術を駆使して建設されたダムです。長さ2335メートルの奇跡的な技術をもってしても驚異的な水の圧力には耐えられませんでした。今日はそれがどのようにして起きたのかをご覧いただきましょう。でもその前にチャンネル登録と高評価をお願いします。急いでください。水がそこまで来ていますよ。中国の水力発電所三峡ダムは史上最大の水力発電施設とされ、貯水容量は 39.3 平方キロメートルです。この巨大なダムの大きさは長さ2335メートル、高さ185メートル、そしてそれが崩壊の危機に瀕しているのです。その原因は2ヶ月間の豪雨で水位が 167.65メートルまで上昇したためです。ちなみに最大許容水位は175メートルです。そして2020年7月19日、記録的な6550万トンあるダムのコンクリートの1枚板の部分が水圧で曲がり始めたのです。そして政府は緊急の放水を決断します。11の水門が開かれ、毎秒4920万リットルの水が排出されました。1秒間でオリンピックのプール長さ50メートル、幅25メートルを27面満たすことができます。もしダムが耐えられなければ、その波は時速100キロメートルで流れ出し、浸水地域の水位は20メートルに達します。水は揚子江から上海を飲み込み、3億6000万人が危険にさらされることになるでしょう。今ご覧いただいている Google マップ上の水域は砂漠の灌漑目的で建設されたダムです。その貯水量はなんと9億トン。残念なことにダムの建設中に建設費用が削減されることとなり、必要なはずの資材の半分しか使われませんでした。2020年5月1日、波外れた強風により発生した強い波が下の部分を破壊。それに続いてダム全体が決壊したのです。こちらは NASA の映像です。こちらが決壊前、そして決壊後。水は60キロメートルにわたって広がり、お隣カザフスタンの国境付近にまで及びました。その面積610平方キロメートルはテキサス州の大きさとほぼ同じです。ダムの決壊後には大きなナマズが上陸。政府はそれでさえ決壊の原因にしようとしたのです。Google マップでダストリック MFY と入力し、ダムの近くにあるホテルを見つければ、その浸水地域をリアルタイムで確認できます。2009年8月17日、サヤのシュセンスカヤ水力発電ダムでいつも通りの営業が始まりました。しかし、午前8時13分、事態は急変。重要な箇所が損壊し、大量の水がタービンキャビティから溢れ出します。数秒で建物が浸水するほどの水圧でした。水は職員の足元に迫り、外の駐車場も水浸しです。破裂音が聞こえますよね。この電気系統のショートにより、水力発電所は停電します。ゲートは開いたまま、水を止めるものは何もありませんでした。水はダムを抜け、同時に40トンの機械油も流出。この災害による被害総額は1億ドルを超え、その復旧には5年を要しました。プエルトリコには38のダムがあり、その全てが危険性が高いと診断されていました。そのため、ハリケーンマリアが島に上陸した時、ダムの決壊は時間の問題だったのです。グアジャタカ湖はすぐに氾濫し、グアジャタカダムに亀裂が発生。画面の緑色の箇所はダムそのもので、その横から激しく水が噴出しています。こちらは空からの映像です。被災地域の7万人の住民は命を守るため、緊急避難を余儀なくされます。水はあっという間に街を飲み込み、大きな爪痕を残しました。今回ダムは何とか持ちこたえましたが、いつまで持つでしょうか。
ダムが完全崩壊した場合、3700万立方メートルの水が溢れ出します。2020年5月、ミシガン州ミッドランド郡に新しい湖が出現します。ミシガン州の水力発電所で2つのダムが決壊したその数時間後のことです。豪雨のため水が臨界レベルまで上昇します。水力発電所の職員は放水を試みますが、水圧が上回りダムは崩壊しました。こちらは決壊前のダムの様子です。そして決壊後がこちら。湖のすべての水がティタバワシー川に急流となって流れ出し、途中橋や道路を破壊しました。森や草原も浸水し、その水深は 2.7 メートルに達しました。ミシガン州史上最悪の洪水となりました。あなたはソファに座り YouTube を楽しんでいるとしましょう。すると突然家が流れ出します。それが実際に起きたのがこちら。ダム決壊後のロシアの町ルザです。この地域に1ヶ月間雨が降り続き、排水管に詰まったゴミが原因でゴロジャンカ川が氾濫します。突然見舞われた激流は3つのダムによって制御されるはずでした。しかしご覧いただいているのは2つ目のダムです。その水圧に耐えきれず崩壊してしまったのです。ラオスには16の水力発電ダムがありますが、そのうち2つはすでに決壊しています。最初の決壊は2017年シエンクワーンの中心地で発生します。梅雨の終わり頃、建設中だったナムアオダムが崩壊し、50万立方メートルの大量の水が山から流れ出しました。そのちょうど1年後、ラオス南東部アッタプーのダムが決壊。これも極端な気象条件が原因でした。50億立方メートルに及ぶ激流が近くの町を襲います。これは2017年の災害の10倍でした。そしてこちらが水が引いた時の町の様子です。その通り。他にも50のダムがラオスに建設されていますが、その予測不可能な気候変化への対応については無関心のようです。ブラジルの都市ブルマジーニョのダムには数百万トンの産業廃棄物が含まれているとされていましたが、見てください。これが現実に起こりました。ダムは最も安く入手しやすい素材スラッジから作られていました。湿気に触れ劣化し、2019年1月5日ダムは決壊します。決壊したダムから流れ出た廃棄物はオリンピックのプールを4800面満たすことができるほどの量です。コロンビア最大の水力発電ダムプロジェクトを実現するためにエンジニアは川の流れを変えました。溢れた水は地下トンネルを通り用意された水路に流れ込む予定でした。しかし現場で実際に起きたのはこちらです。地滑りにより3番目に大きなトンネルが塞がれます。そのトンネルを開通させることができず、水は障壁を突き破り流れ出します。その激流は数トンの建設機械を転覆させ、数分で近くの町を浸水させました。2015年11月15日、世界で史上最大の有毒廃棄物が関わる決壊が発生。ブラジルの町マリアナ周辺でダムが決壊します。そこには鉱山の産業廃棄物を含む水を貯水していました。4200万立方メートルを超える有毒な廃棄物が668キロメートル流出し、17日後には大西洋に到達しました。浸水による犠牲者への補償以外に、鉱山の所有者には48億ドルの罰金が課されました。これはナイアガラの滝でしょうか？違います。これはオロビルダムでの壮大な放水の様子です。2017年2月7日、ダムの予水路に大きな穴が見つかります。ダムの運営会社が削減したこのダムの建設費、その額なんと1億ドル。どうやら代わりにランボルギーニを購入する必要があったようです。そしてそれだけではありません。豪雨の影響ですでにダムの水位は上がっていました。ダムの決壊を避けるためには水門を開け放水すればよかったのです。何がうまくいかなかったのでしょうか。瞬く間に2831立方メートルの水が予水路を突破しました。
そしてこれがその数日後の様子です。このまばゆいばかりのウォーターショーは11億ドルの損失につながりましたが、この虹は完璧でした。ランボルギーニにその価値があったでしょうか。このテキサスのダムはその91年の歴史に幕を下ろすこととなります。そしてその決壊の瞬間がカメラに捉えられていました。水が巨大なコンクリートの壁に穴を開けます。防壁は曲がり粉々に砕け、激流は加速しコンクリートが宙を舞います。こちらはダムが建設されたダンラップ湖の2019年5月14日の朝の様子です。その夕方には巨大なダムは崩壊します。そして湖岸の豪華な不動産のオーナーに残されたのはこちらです。私は二度とダムには近づきません。今日は以上です。どのダムの決壊が衝撃的でしたか？コメント欄で教えてくださいね。そしてチャンネル登録をお忘れなく。では次のビデオでお会いしましょう。